旅人さん、いいところにいらっしゃいましたね。ちょうどご友人からの伝言が届いていますよ。伝言？珍しいな。誰からだ？親愛なる進化よ、感じなさい。運命の銀紙に包まれていることを。大元無心。ん？神羅万象の瞳があなたを見つめている。すみません、こんなに読みにくい文章はめったになくて。続きも聞かれますか？明らかにフィッシュルからだな。どうする？幽夜浄土の至高なる王城へと進むあなたを見守っているわ。速やかに越見に訪れ、祝福の名のもとに誓いを立て、世界の奥底へと同行なさい。とにかくこの伝言を残されたフィッシュルさんは、お二人に大聖堂前の広場まで来てほしいとのことです。お時間があれば行って差し上げてください。ずっと待っているとおっしゃっていました。はぁ、意味不明の伝言なのに、してほしいことは具体的だな。やれやれだぜ。来てほしいってことなら、あんまりフィッシュルを待たせない方がいいよな。早速大聖堂前の広場に行ってみようぜ。来たのね、私の最も忠実な従者よ。さっきは進化だったのに、今は従者なんですね。申し訳ございません。ご機嫌のよろしい時、お嬢様は大げさに話してしまわれるのです。お許しを。フィッシュル、オイラたちに用があるんだろ。何を喜んでるのかオイラにも教えろよ。英夜のささやきがあなたを私の元へ導いた。実に喜ばしきことだわ。これぞ夜の祝福の恩恵よ。この喜びはいざあなたと共に享受すべき。旅人さん、パイモンさん、ご無沙汰しております。お嬢様と私からご挨拶申し上げます。おいらもちゃんと挨拶したかったけど、どこで口を開けばいいのかわからなかったぞ。普通ここは旅人さんお元気ですかというところでしょう。彼女と私は天宮にかかる創生そのもの。この出会いがどんな運命を意味するのか一番よく分かっているはずでは。その通りです、メギストス卿。そのような想像力に欠ける発言はお控えいただきたい。メギストス？なんだそれ。メギストス卿は幽夜浄土の一員であり、長きにわたって私に仕える宮廷の首席大魔導士よ。ご本、彼女は私を名字で呼んでいるだけなので気にしないでください。まったく、私まで恥ずかしくなっちゃったじゃないですか。今日あなたたちがここに来るようキャサリンに伝言を頼んだのはフィッシュルでしたね。ほう、それをも占うとは。さすがは大魔導士メギストス卿。なんて危険な女なの。そんなの占うまでもないじゃないですか。キャサリンに伝言を残したとあなたが言ってたんでしょ。ご本、失礼。
とにかく私も家のドアを叩かれて呼び出されたんです。これから彼女がどんな発言をしても驚かないでください。オイラたちには朝飯前だぜ。伊達に世間を知ってないからな。怖くなんかないぞ。我が従者たちよ、暗黒の運命を背負った我が祖国雄夜浄土がこの世に帰還したわ。私と共に立ち上がり、我が王朝の神聖なる栄光を見届けなさい。はあ、またやっぱりオイラわからないぞ。かように偉大で極秘なる天の啓示は我がしもべのみが知る特権を持つ。雄夜浄土門戸付近にあり。おお、なんということでしょう。ありえないように聞こえるでしょうが、今回の情報は空騒ぎではありません。私もそれを証言できます。実はフィッシュルはメギストス卿。本当にしょうがないですね。まったく、どうして私のような天才先生術師がこんなおままごとに付き合わないといけないんですか。実は皇女殿下は昨日町の外で火花騎士クレイとお会いになりました。お二人は以前からお互いのことをよく知っていたため、すぐに話も弾みました。しかし日が暮れてしまったので、皇女殿下は気遣いと思いやりの精神でクレイを門戸城までお送りになったんです。道中皇女殿下はクレイに自分の人生を語り、心優しき小さな騎士は殿下の祖国が破壊されたことを嘆き、涙を流して尋ねました。へえ、その雄夜浄土って場所本当に滅んじゃったの？もう一回作られたりもしない？凡人よ、その誠意と思いやりに感動を受けたわ。教えてあげる。雄夜浄土は不滅であり、いつか再び世に現れるの。本当に？じゃあどうやったら故郷は元通りになるの？クレイに教えて。お願いお願い。偽りなき真心を持って聞くならばいいでしょう。静寂の楽土と無類の警護を、そして時間と風を我に与えし時、世界はよみがえらん。その時の芝居はいいから要点を言えよ。簡潔に言えば、雄夜浄土をよみがえらせるための大聖地にと、クレイはある島を譲ってくれたんです。私もこの手紙を見るまでは信じられなかったんですが。皆様、これは神がお嬢様に与えてくださった絶好のチャンスなのです。旅人さんは重臣として偉大なる瞬間を共に見届ける資格がある。その島ってなんだか覚えがあるような。旅人、何をほうけているの？雄夜の王座が呼んでいるわ。私の刃となって全てを切り裂き、全てを見届けなさい。彼女はただあなたたちを島へ誘っているんだと思います。それからあの島については何も占わない方がいいような気が。え、なんでだ？クレイと関係するのなら彼女の母親、つまりあのババアも関わっているかもしれませんから。本当に困ったものです。万能で旅慣れたあなたは、星屑が手のひらに落ちる奇跡を読み、雨水が運命の兆しに流れ落ちるのを目の当たりにしてきた。そんなあなたには、お嬢様のために運命の楽土への道を探していただきます。道がわからないだけかよ。ま、せっかく頼んできたんだから教えてやるよ。ひひ、オイラたちは火花騎士クレイの仲間、運命の案内役だぜ。おい、お前も合わせろよ。見届け人であり案内役、
そして玄武を紡ぐ者、すなわち旅人の登場です。いい、とてもいいわ。要するに旅人にはその島、いえ聖地に行く手立てがあるんですね。だったらあとはお任せします。はいはい、じゃあメギストス卿は帰って支度して寝ます。明日朝の9時に城門で集合しましょう。ふむ、そうするわ。メギストス卿に安らかな眠りを。旅人の。お嬢様は皆様おやすみなさい、明日お会いしましょうとおっしゃっています。もううんざりだ。おやすみ。おいら疲れたぞ。お前らみんな普通の役なのに、なんでおいらだけ宮殿の時報時計なんだよ。くるっぽーくるっぽー、夕夜用途時間12時だぜ。せっかく不思議な島に行くんだし、ずば抜けた発想を持つやつに手伝ってもらいたいよな。奇想天外な発想といえば、モンドではガイアを除けばあいつが一番だ。この時間なら酒場にいるはずだから、すぐ出発してあいつに手伝ってもらおうぜ。座って楽しくおしゃべりしようよ。よう、旅人にパイモン。ちょうど噂をしてたところに現れるなんてすごい偶然だな。あまさに人ごといわばむしろしけの言葉通りでござるな。カズハに信念。どうしてモンドの酒場にいるんだ。しかも金融野郎と同じテーブルだなんて。金融野郎、面白いあだ名だな。どうやらあんちゃんの歌声はかなり有名みてえだ。ロックじゃないのが残念だけどね。深淵と共演できたかもしれないのに、みんなも彼女と知り合いだったなんて驚いたよ。僕の新しい友人が旧友たちの異教の友だったとはね。すごいよ。せっかくだからサークルを立ち上げてみないかい。自由恋文同好会とか。あたいは曲のインスピレーションを得るために旅してきたんだ。ちょうどカズハも旅がしたいって言うから一緒にさ。先月北斗さんが豪傑早飲み大会って盛大な飲み会を開催してさ、そこで演奏を手伝ったことがきっかけでカズハと知り合った。深淵殿は自由奔放に見えるが、音楽に対する理解は非常に繊細かつ独特。拙者たちは音楽のソウルメイトと言えるであろう。そうだぜ。カズハは葉っぱを楽器にできるんだ。あたいの友人の中でも屈指の凄腕さ。リーウェを出て石門の先へまっすぐ進んだらすぐモンドだ。途中綺麗な荘園もあって素敵だったぜ。おお、そういえばその荘園もオイラたちの友達の子孫なんだぜ。本当か？あんたら友達が多いんだな。あんなところに住んでるくらいだし
その友達もきっと充実した人生を生きてるんだろ。そうかもな。人は同じ志を持つ者同士で集まるものでござる。旅人とパイモンはそのご友人と同様、良き品格を持っているのであろう。うわ、口がうまいな。いつもオイラに突っ込んでくるこいつとは大違いだぜ。あ、そうだ、あんたらテイワット七国全域で開催されるイリデッセンスツアーを知ってるか。とどのつまり、掛け声ばっかり大きくて一向に開催されない音楽祭なんだよな。あたい主催側に騙されたことがあるんだ。なのにまたやるなんてさ、担当者の顔が見たかったのに、また祭典についての情報が途絶えちまって、まさか今回も中止になったのか。音楽はインスピレーションが大事だけど、それがなかなか湧かないからコンサートを中止にしたのかもね。でもまあ君たちの旅も無駄じゃなかったと思うよ。この旅で僕、つまり生きる音楽の伝道のところに来られたんだから。優れた音楽にはいいメロディーだけでなく素晴らしいストーリーが必要だ。でないと吟遊詩人は認めてくれない。そうだろ。その通りさ。君は吟遊詩人のことをよくわかってるね。お返しに君にある物語を教えてあげるよ。あんちゃんは話し方が独特だな。吟遊詩人はみんなそんな感じなのか。他の土地でも吟遊詩人に会ったが、お主のように面白い人物はいなかった。きっと想像力の差があったんだろうね。だから僕が二人に奇想天外な物語を教えてあげる。かつて海の真ん中にはエメラルドのような島があるという伝説があった。ロド大魔王はそこで進化と幸せに暮らしていた。生まれてきたドドコたちは水に飛び込んだ。泳げる子もいれば波に流されてしまう子もいた。後者はやがてモンドにたどり着き、子供の良き友達となった。ドドコはモンドで新しい友達を作った。その名も火花騎士。しかしそれに反対した大魔王は小さな騎士に島へ行って能力を証明するよう求めた。そこで小さな騎士は一番大切な仲間たちを引き連れて風越え波越え海の真ん中へと向かった。けれどそこに魔王はいなかった。魔王は嘘をついてたんだ。試練も炎も神門もそこにはなかった。魔女である母親が作った夏の世界、それをプレゼントとして小さな騎士に送ったのがこの島だったんだ。夏は愛の季節であり、自由と息抜きの季節でもある。だからここに来る人たちは歌って踊ってどうか幸せに。はい、物語はここでおしまい。実に面白い。拙者もその島に行ってみたくなった。旅はやはり前もって計画を立ててはならぬ。心のままに行動するのが得策でござる。気に入ってくれてよかったよ。お酒を飲みながら物語を楽しむ、縁っていうのはこういうことなんだろうね。さて、音楽に乾杯。旅人も一緒に飲もうよ。安心して、飲めない人向けにジュースも用意してあるから。ならばそれを一杯頼む。うむ、この色のものにしよう。うわ、カズハ。あれ、あんちゃんが酔っ払っちまったぞ。果汁を飲んでたんじゃなかったのか。飲むでござる。あ、うっかりアルコールが入ってるやつを出しちゃったよ。え、ごめんね。おい、だいぶ飲んだことだし
そろそろ本題に入ろうか。何か大切な用事で僕に会いに来たんでしょ？そういえばオイラたち飲みに来たわけじゃなかったぞ。こんなところまで来たんだから、きっと面白い話をしてくれるんでしょ？へえ、母親の作ってくれたプレゼントを友達にプレゼントしたのかい？さすが、クレイは優しい子だね。君たちも分かってると思うけど、あの手紙は間違いなくアリスさんが書いたものだよ。やっぱりそうなのか。それだけじゃない。今日酒場に来る途中である二人に会ったんだけど、誰だと思う？陣団長？それか図書館司書のリサ？長いエルフの耳を持った、びっくりするほど可愛い性格の親子だよ。アリスとクレイだ。ピンポーン、大当たり。不老の魔女が小さな騎士を連れて休暇に出かけていたところをたまたま僕が通りかかった。すると魔女は挨拶代わりに僕にプレゼントをくれた。面白い友達に出会ったらプレゼントをシェアするように言われたんだ。だからこれを君にあげる。うわー、爆弾だ。中身を引っこ抜いてあるから爆発なんかしないよ。ほら持っておいて。これを使うと離れていてもこうやって話ができるんだ。ドド通話機って言ってね、何千キロ離れていたとしても連絡を取り合うことができるけど、いつでも使えるわけじゃない。回数制限もあるから、ここしばらくで縁のある人にあげるつもりだったんだ。異世界からインスピレーションを受けた発明なんだって。さすがアリスさんだよね。彼女とクレイからこれを持って仲間と一緒に島、いいえ、聖地に行って楽しんできてねって言われたんだ。生き方については考案者さんが考えてくれてるから心配しなくて大丈夫だよ。縄文を出て橋を渡り右に曲がると幸せをもたらす何かに出会えるはずさ。なんだかお前もグルな感じが。そんなわけないだろ。君は僕のことをそんなやつだと思っているのかい？旅人、君は僕の友人だ。友人として君が喜ぶものをプレゼントするのは当たり前でしょ。なのにそんな風に思うなんてひどいよ。まあ銀遊野郎はデタラメも言うけど、オイラたちにとっては大切な友達だ。オイラもちょうど休暇を楽しもうと思ってたところだったしな。ひひ。そういえばさっきカズハとシンエンも興味津々だったよな。一緒に来ないか聞いてみたらどうだ？戻ってきたのか。残念だけどカズハはまだ熟睡中だぜ。お酒に弱いみたいだな。シンエン、オイラたちと一緒に島に行かないか？冒険ならぬ。え、行きたくないのか。さっきまで興味津々だったのに。の機会を逃してならぬ。カズハのやつ、大人っぽいって思ってたが、ちゃんと新しいものに興味を持つ若者だったんだな。だから果汁とお酒の区別がつかなくなっちまったんだ。それなら絶対島に行くべきだよ。あの島には吟遊詩人も絶賛する美しい景色があるんだ。おお、じゃあ決まりだな。でもどうやって行けばいいんだ？誰かが手配してくれてるらしいぞ。今回は他の友達も一緒なんだけど、明日の朝縄文に集合して全員揃ったら出発するんだ。旅人？そうだ、
こいつらまだフィッシュルを知らなかったよな。異国の高貴な公女も神家たちを連れて旅に出るんだけど。ん？パイモン、特に他意はないんだが一応聞くぞ。こうもその旅を積極的に推してくるのはもしかしてあんたがイリデッセンスツアーの桜だからか。イリデッセンスツアーのために他国まで来たのに結局開催されないってなるとまた騙されて旅行だけする羽目になっちまうんじゃ。やっぱり誰も信じてくれない。みんな心配しないで、また明日の朝会おうよ。公女も進化も喋るカラスも異教の剣士とミュージシャンもみんな夏の島の大事なお客さんさ。ワクワクしてきたぜ。僕は遠慮するよ、まだ仕事が残っているからね。え、吟遊野郎が仕事するだって？猫の耳と尻尾を持った女の子に競合店に勝てるよう酒場で歌ってあげるって約束したんだ。ああそう、ジョセがいるあの酒場。猫アレルギーじゃなかったのか？うん、だけど屋上で歌えるから大丈夫。売り上げで相手に勝てたらお酒1ヶ月分をくれるんだって。こんないい話僕にうってつけだよね。だから僕のことは気にせずみんな楽しんできて。今年の夏はとても楽しくなりそうだよ。何になさい。朝は夜空の神秘を観測し運命に対峙する日。過去の恥、往年の憎しみ、ここにて結論を下す。お嬢様、恐れながら何とかを下すというセリフはお嬢様のキャッチフレーズではないようですが。もちろん違うわ。私はただそれを耳にして、このセリフは大陸中の知恵と勇気ある言葉の中から今日の特別さを示すため。ん？どれどれ。ああ、本当に他人の口癖じゃないですか。後ろの方々は、カハン、紹介してやるぜ。こいつらは稲妻の伝説的な浪人とディーユへの才能あふれる先駆ミュージシャンだ。よ、あたいはディーユへの親衛。ロックミュージックといい天気、それに楽しいことが大好きだ。きっとこのお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た公女様なんだろう。見た目だけですごいってわかるぜ。それからそこの帽子をかぶったレディ、家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をかぶってるって聞いた。あんたもそうなんだろ。ん？この女見る目がある。深淵、あなたのその目は夜の霧を見破り真実を見極める、まさに私が必要としている人材ね。いいわ、私配下の音楽家にしてあげる。あなたは人を見る目があると褒めているんです。まあ私も同じ意見ですよ。はじめまして、先生術師のモナです。
人に会えて嬉しいぜ。モナはすごいんだぜ。どんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ。宝珠殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化、お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござるよ。稲妻の楓から和葉、皆に会えて光栄でござる。その和葉というものよ、力と名を告げよ。お嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっています。その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。それに凡人には想像もつかないような速度で雷みたいに剣を振るうんだ。え、そんなすごい人だったの？どれどれ。お、これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。みんなの護衛をあなたに任せてもいいですか？雄夜浄土の宮廷守衛長に任命するわ。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。わかった。なんだっけ？モナでいいですから、その変な名前で呼ばないでください。そういえばメギストス卿、オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきたぜ。ひひ伝説の大魔女から意外なアドバイスをもらったんだ。さあみんな、オイラを見ろ。なんだか急に行きたくなくなりました。独特だな、見た目がちょっとグオパーに似てないか？グオパー、万民堂の不思議な生き物のことでござるか？そう言われてみれば確かに。紹介したオイラが言うのもなんだけど、こんなんじゃ島にたどり着けなさそうだ。ふん、理解したわ。なるほどなるほど、世の果てまで落ちてこそ神聖雄夜浄土に到達できるということね。聖なる雷に焼かれた扉とは、私の現世での断罪にふさわしい。オズよ、道を切り開きなさい。先陣を切るのは私です。お嬢様は動かれませんので。入ったら消えた。これはまさに聖地への断罪の道。念のため私が占ってみます。メギストス卿、これはあのアリス様の創造物だぞ。そんな自己犠牲を払わなくていいから、オイラたちと一緒に来い。そうでした、忘れてしまうなんて。まあいいでしょう。進みましょう。ああフィッシュル、私の髪を踏まないでください。蛇じゃなかったの？うわ
起き上がってきたぜ。みんな気をつけるでござる。やっと着地したぜ。さっきのは一体何だったんだ。美しい場所でござるな。風と海、そしてこの穏やかさ。うむ、風の匂いも心地よい。ついに楽土にたどり着きましたね。竜夜浄土を復活させるには十分な場所です。進化諸君、これぞ私が長年求めていた粛清の楽園。さあ、因果集結の降臨を見届けるのよ。闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ。さあ、夢の扉へ。大魔導士メギストス、皇女殿下のお恵みに感謝します。私は今日ここにて竜夜浄土へ祝福を捧げます。モナ、それにあんたら一体。いいから会わせてください。おう。こんな神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に感謝するぜ。皇女殿下、このような旅の機会を設けていただいたこと、ありがたき幸せにござりまする。皆の喜びは私の喜び。このような天命を尊奉する機会に皆を招くことができて大変嬉しく思っているわ。これより巡礼の旅に出かけ、身をもって国土の命の海を感受する。何せここはどうあっても私の魂の帰る場所なのだから。けれどそれに対してメギストス卿、あなたは水元素から生まれた高貴な人物と言われる割に魂の不純物が多すぎる。お嬢様は泳ぎに関してはメギストス卿がやや劣るかもしれないとおっしゃっています。フィッシュル、あなたにはもう我慢できません。普段あなたに合わせて芝居をするのは構いませんが、天才である私を見下してはいませんか。泳ぎであなたに負けるわけがないですよ。おお、お嬢様の闘志が燃えてきました。いいぞ、正々堂々勝負だ。その挑戦受けて立ちましょう。メギストス卿、あなたごときが私に挑むなんて、その愚かさを悔いることになるわよ。無駄口はよしてください。私は子供の頃から泳ぎで負けたことがないんです。さあ、どちらが先に海までたどり着けるか勝負です。二人とも本気か。海まで走るってただのかけっこじゃんかよ。お主は今空いてるか。周囲を見回っておきたいのだが、付き合ってくれぬか。信玄殿も一緒に来るか。みんなやることがあるみたいだから、あたいは留守番しておくぜ。モナとフィッシュルも泳ぎに行ったし、誰かが拠点を準備しておかないとな。こっちは任せてくれ。ちょっと出かけてくるんだろ。いい景色が見つかったらあたいにも教えてくれよな。うん、
道中注意して見ていたが、この用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかった。ともかくこの島には明らかに誰かが滞在していたようでござる。それにここ数日のものと思われる新しい足跡も見られた。本当か？おいら全く気づかなかったぞ。旅人パイモン、油断は禁物でござるよ。ん？どうしたんだ？何かあったのか？誰かがここに来ていた。そしてかの者はまだ去ってはいない。匂いからして相手も遠来の客であるはずだ。他にも誰かいるのか？なんだか怖いぞ。なあ、早く手がかりを探そうぜ。帽子に水元素の力があるって言ってたよな。だったら元素力をたどってみようぜ。かなり近い。警戒を強めるでござる。ファニーだ。
何か探しているのか？帽子、ダメだ、なくすわけにはいかない。もう俺は何も知らないから、帽子を返してくれ。この帽子をお探しでござるか？じいさんの帽子だ、早くよこせ。こいつ、なんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。うわぁ、でっかい怪物。やめろ、何しやがる。またファジュイか？それはこっちのセリフだぞ。お前たち、この島で何するつもりだ。帽子、ちゃんと守るんだ。出ないと兄さんに怒られる。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。まずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうが。そのものはどうしたのでござるか？なんでもない。病気で少し熱があるせいで戯言を言っているだけだ。お前らに説明する義理などない。帰れ。ここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜ。ああ、ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに、いや、なんでもない。チッ、別に教えてもいいが、知ったらもう俺に構わないよ。あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。無人島に来たのはこいつの性能をテストするため、それだけだ。もういいだろ。答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい、泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。もう十分だろう。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ？それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたくないが、実はチェストがうまくいかなくて、もともと撤退するつもりだったんだ。おい、行くぞ。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ、常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ねないために、拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。良いでござるか？カズハは思いやりがあるんだな。過保でござるよ。拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。
来てくれました。旅人ファイモン、あなたたちは私とフィッシュル、どちらが泳ぎ上手だと思いますか？遠慮なく私のマナを口にするがよい。プラチナメギストス卿が泣きを見るよ。なんだよ、それってオイラが決めろってことか？ハイモン殿は人を見る目がありますから、誰が真の勝者なのか見極められるに違いありませんぞ。ハイモン殿、私に忠誠を誓う時が来たようね。ちょっと待って、その前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ。長い間出かけてたからきっと腹ペコなんだ。新年。うむ、確かに長い距離であっただろ。あんたらが出かけている間、海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ。火で炙るときっと美味しくなるぜ。そういえば少しお腹が空いてきました。うん、私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ。店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさ、お腹を満たすには十分だと思うんだ。うん、食べようぜ。信玄殿を島に招いたのは間違いなく賢明な判断でしたな。おいらもう食べるぞ。お前らは腹すかせながら喋ってろ。はあ、バーベキューの香り。とっても美味しいです。ふう、悪くないわ。今日は信玄殿が夕餉を作ってくれたゆえ、明日の朝餉は拙者が作るでござるよ。よっしゃ、おいらもワクワクだぜ。そうだ旅人、一つ忘れてないか？近くで話そうぜ。お前もファデュイのことを気にしてるんだろ？銀妖野郎からもらった爆弾のことを覚えてるか？あれを使えば連絡が取れるぞ。ああ、いや、爆弾じゃなくてドド通話機だった。聞いてみないか？あいつは情報通だし、重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだ。おや、もう僕に会いたくなったのかい？こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。あっちって。はあ。さて、どうしたんだい？僕に何が聞きたいの？他人任せにも程があるぞ。しょうがないやつだな。幻影野郎、オイラたちこの島でファデュイと会ったんだ。なんか変だろ？ファデュイってどこにでもいるんじゃない？狂人の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ？そうなんだけど、やっぱりどこかおかしいと思うんだ。だからお前に聞こうと思って。何か手がかりはないのか？ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は銀融詩人だけど、必要ならいつでも連絡していいよ。あまり役に立たなかったとしてもおしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。
前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら、旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。でも出会いの全てが危険ってわけじゃない。だから怖がる必要もない。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。うん、じゃあな。聞いた感じ、ファディのことはあまり心配するなって意味か。まあ銀遊野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ、楽しまないとな。